カーンチャナブリー駅は、大王国中部カーンチャナブリー県ムアンカーンチャナブリー郡にある、大国有鉄道南本線の駅である。カーンチャナブリー駅は、大王国中部にあり、カーンチャナブリー県の県庁所在地であり人口約15万人が、暮らすムアンカーンチャナブリー郡にある、大国有鉄道南本線、ナムトック支線の鉄道駅である。 旧トンブリー駅より 117.04km 地点に位置し、普通列車利用で2時間45分程度である。一等駅であり1日に6本の列車が発着し、すべての列車が普通列車である。かつてはクルンテープ駅から発着していたが、バンコク都内の渋滞緩和のためトンブリー発着に戻された。タイは観光国であり様々な観光地があるが、当駅の位置する。 通称なムトック線は路線自体が観光の対象になっている。バンコクより東駅の先にある映画、戦場にかける橋で有名になった空営川鉄橋、アルヒル山道橋、チョンカイの霧道市等がその対象である。第二次世界大戦中大日本帝国陸軍による対面鉄道の建設が1942年6月より開始され、 1943年10月に全通した。戦後大政府が連合軍より購入し、整備の上再開された。1949年6月24日に再開業し、当時は終着駅であったが、約3年後の1952年4月1日にワンポー駅まで延伸開業したため途中駅となった。短式及び、 島式一面の複合型ホーム2面に面2線を持つ地上駅であり、駅舎はホームに面している。空営川鉄橋。ありがとうございます。